こんにちは、劇花のフリアです。今日はこちら、新品種サンクエールのお話をしていきたいと思います。サンクエールなんて聞いたことないなって思ってる方めっちゃ多いと思うんですけど、スカエボラとかブルーファンフラワーって言ったらわかります？ですね、この花に見覚えないですかね。この花に、この花ピント合ってるかな。これね、これサントリーさんがですね、スカエボラを品種改良しまして、夏の暑さにめちゃくちゃ強くしたのと、あとはですね、とにかく大きく茂ってくれるように品種改良しました。これはですね、かなり画期的で、ペチュニアをサフィニアに品種改良したのと同じようにですね、これものすごいんですよ。何がすごいかっていうと、もうね、暑さにめっちゃ強いんで、夏中ずーっと花が咲いてくれます。さらにですよ、これ元肥必要なし、切り戻し必要なし、摘心必要なし、花がら摘みも必要なしってことで、もうそのまんま植えたら、あと水やりだけ、肥料だけ、それでもう楽しめるよっていうようなものを作ってくれました。で、一輪の花がね、翼を広げたようなシルエットなんです。これ。ほら。ね、これがたくさん咲くんですよ。めっちゃ綺麗です。これめっちゃ綺麗なんで、ちょっとお高めの苗なんですけども、僕からもぜひおすすめしたい、この夏の一品みたいな感じのお花です。で、この育て方非常に大事なんですけども、植える個数とかね、鉢の大きさによって植える個数であったりとか、水やりのタイミング、それから肥料、これがちょっと特徴的なので、その辺を中心にですね、お話ししていきたいと思います。今日のお話、株選び、植え付け場所、植え付け方、土選び、水やり、肥料、病害虫、切り戻しのテクニックということで、お話を続けていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。ということでですね、まず株選びなんですけども、これね、花自体が株全体、ポット全体を覆ってるぐらいの大きさ。まあね、こういう大きさですね、こういう大きさ。こういう大きさの株を選んでいただければと思います。そんなにね、乱れた株っていうのはないと思います。契約農家さん作ってますので。で、なんで元肥がいらないかっていうと、このね、ポットの中にもすでに肥料が入ってるんですよ。なので、元肥を入れなくても大丈夫っていうような仕立てになっています。で、植え付け場所なんですが、まあ、庭植え及び鉢植えでも、東側から南向きの場所、お家のね、日当たりのいい場所に植えてください。もちろん外です。外の日当たりのいい場所に植えていただく。で、西日がね、西日しか当たらないっていう場所はあんまり適さないんですけども、西日がガンガン当たってもかなり強いです。これはすごい。もうね、本当にね、日本の夏はもう相当暑いんでね、変な気候ですから、それでもね、かなり咲くものを作ってくれるサントリーさんってね、やっぱりすごいなっていうふうに思います。もうね、僕、大絶賛してますけど、本当にこれすごいです。で、植え付け方なんですけども、まあその前にですね、いつも通り行きましょうか。根っこチェック行ってみたいと思います。まあ、契約農家さんで作っている、このサンクエールですけども、どんな根っこをしているか。ああ、まあまあいいですね。まあまあいいですね。土もいいものを使ってますね。土もいいものを使ってます。こういう粒子の粗い、水はけのいい土を使っていて、根っこもそこそこ回ってますね。で、太めです。ちょっと太め、根っこがね。ちょっと太めなんで、安心して植えられるかなっていう感じです。植え付ける際は、これ、まずですね、65センチのプランター、普通の白いプランターありますよね。あれだったらね、2ポットでいいんですって。2ポット。で、10号の鉢、直径30センチの鉢だったら、3ポット。植え付けるのがいいそうです。で、植え付けるときは、こう根っこがね、回ってるもの、回ってないもの、いろいろあると思いますが、軽くほぐしていただいて、軽く、もう本当に、ちょっと根っこが出るかなっていうぐらい、軽く、ちょっとね、ふわふわっとさせるぐらい、これぐらいでいいです。
で植え付けていただくと。で、元肥不要なのでそのまま植え付けていただければと思います。で、これだけ手放しのものっていうのはやっぱり土にはこだわりたいですよね。最初から大きい鉢に植え込むってことが前提で書かれてますので、いい土を使ってください。水はけのいい土を使う、これが非常に大事になってきます。ただし真夏も咲き続けるっていうことは結構水を吸うわけですよ。で、大きくなってきた時にかなり水を吸うので、水はけだけを重視すると、失敗します。なので水持ちもそこそこいいものを選ぶっていうのが基準になってきます。なのでね、土に関しては一般的な培養土であれば20リッターで1000円以上のいい土を使ってください。もしくはこちらですね、膨らむ培養土、いつも出してますけども、この膨らむ培養土も肥料持ちもいいですし、水はけもいいですし、水持ちもいいです。こういった、いい土を使っていただくっていうのが非常に大事になってきます。あと言い忘れましたけど、サンクエールは、冬越しもできなくはないですけども、基本的には1年草っていう扱いになってますので、まあ1年ね楽しんでいただければいいかなっていうふうに思うんで、冬越しの時に部屋に入れるのなかなか大変じゃないですかね。沖縄だったらもう植えっぱなしでずっと咲いてるっていう感じだと思うんですけども、本州の方はね、そこまでいかないと思いますので、1年草で終わらせればいいかなというふうに思います。で、水やりなんですけども、一番最初植え付けた時って水がなかなか乾かないんですね。なので、鉢を持ち上げて、こうね、持ち上げていただいて、重さでチェックする。重さでチェックする。で、水がまだ入ってるなっていう感じだったら与えないでください。で、乾いたなって思ったらしっかりたっぷりジャー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 上げていただいて、下が鉢の底からしっかりと水が出るまでたっぷり与えてください。ジャー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 与えるっていう感じですね。なので何日に1回って水やりっていうのはないんですよ。常にこれがどん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 大きく成長していけばいくほど根っこが張ってきます。根っこが張れば張るほど水を吸い上げるようになってきます。そうすると今までね、週に1回とか10日に1回ぐらいだった水やりが、株が大きくなってくるとこれが5日に1回になり、3日に1回になり、毎日になり、1日2回になったりとかっていうような感じで結構なスピードで変わっていきますので、とにかくですね、鉢の重さ、これをしっかりとチェックするようにしていただければいいかなっていうふうに思います。で、肥料なんですけども、これですね、固形の肥料は使わないんですって。液肥を使うんですって。しかもリン酸分がそこまで多くない液肥っていうふうに言ってました。なのでまあ比較的、手軽に手に入りやすいのはハイポネックスかなっていうふうに思うんですよね。で、うちのサキマックスとかはね、もうリン酸分の塊なんで、このサンクエールには合わないです。合わないので、窒素リン酸カリのバランスのいい肥料、まあ、リン酸分が突き抜けて強いっていう肥料ではない液肥ですね。一般的な固形の肥料を液体にしたような肥料っていうのがすごくいいみたいです。そこだけポイントですね。で、咲かせるためには、まあ、咲かせ続けるため、これずっと連続して開花するんですけども、肥料が切れると途端に咲かなくなっちゃうんですよ。なので、週に1回とか10日に1遍液肥を必ず与える。で、希釈倍率って言って薄める倍率ですね。それは肥料の裏面に書いてありますので、そこを見ていただいてしっかりと対策を取っていただければなっていうふうに思います。で、病害虫に関してなんですけども、これね、びっくりしましたけど、ほぼ虫がつきません。病気にもなりません。これすごくないですか？こんなに楽な花今まであったの？っていうぐらいなんですよ。なので、ジャパンフラワーセレクションか。なんか、賞があるんですけども、その賞をですね、取ってます。パフォーマンス、ハイパフォーマンス賞っていうのを取ってます。なので、ね、これですね、本当にメンテナンスフリーなんですよ。なのでね、初心者の方は、とにかく水やりと土だけ気をつけていただいて、で、肥料だけ上げ続けるっていうことをやっていただければいいと思います。で、肥料の上げ始めなんですけども、植え付けてから2週間経ってからにしてください。2週間経ってから、ね。で、あと、ちょっと余談なんですけど、鉢あるじゃないですか。コンクリートの上、直置きはあんまり良くないです。真夏ですね、特に8月のお盆ぐらい、今8月の中旬ぐらいって一番暑いじゃないですか。で、この暑い時期にコンクリート直置きしてしまうと、コンクリートがですね、太陽の熱で熱されてしまって、で、コンクリートが温まってしまって、そこの方からゆだってしまう。
水がお湯になってしまってダメになっちゃうってことがあるんですね。なのですのこ1枚かますとか、あとは土の上に置くとか、そういうようなことをやっていただければいいかなっていうふうに思います。コンクリート時間置きだけはやめてください。なのでスタンドに、立てるとかね、そういったなんか対策を取っていただいてもいいかなっていうふうに思います。で最後、切り戻しのテクニックなんですけども、基本これは切り戻しは必要ありません。ただ、春の早い段階で植えた方とかっていうのは、夏場にですね、形が乱れてきちゃって、かなり汚くなっちゃったりっていうことがあるんですよ。基本的には切り戻しいらないんですが、形が乱れて汚くなったなって思ったらば、3分の1ぐらいに切り詰めちゃってください。これね、3分の1ぐらいに切り詰めることできないぐらいの大きさなんで、これぐらいっていうことが言えないんですけども、こうね、これぐらいの高さ出るんですよね。で、わーっと広がっていくんですよ。わーっと広がっていきます。そしたら、ザクーンとですね、株元から、上から3分の1ぐらい、この辺ですね。この辺でザクーンと切り戻していただいて、通常通り管理、育てていただけると、肥料も上げ続けます。上げ続けていただいて、育てていただけると、秋にまたこんもり茂って、また咲いてくれます。で、これね、10月いっぱいぐらいまで、ずっと咲き続けてくれるので、これはですね、玄関前に置きたいお花のナンバーワンかなっていうふうに思います。久々にですね、古谷ベタ褒めの一品なんですけども、このサンクエールですね、もちろんうちでは扱ってないんであれなんですけども、非常にですねメンテナンスフリーで育てやすいので、ぜひこれ楽しんでいただければと思います。ここまでのお話の中で分からなかった点ってほぼないと思うんですけども、もしですね、何か聞いてみたいということがありましたら、LINE で直接僕の方に連絡入れていただければと思います。登録簡単、概要欄のところに、リンクが貼ってありますんで、そこをポチッと押していただければ、登録完了しますので、ぜひ活用してみてください。あと概要欄のところにですね、育て方をまとめておきましたので、それも合わせて見ていただければと思います。高評価、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このサンクエール、めちゃくちゃハイパフォーマンスで超咲き乱れてくれるので、ぜひ楽しんじゃってください。